はい、トイザラスのクリアランスセールで今日買ってきました。これがマリオのフィギュアで1615円でしょ。これね、でこれが、これはクリアランスじゃなかったけど妖怪メダルをお一人様3個だったから9個買いました。でこれが Wii U のゲームで、バッドバッドゲームが535円、うわ安いね。でこれがなんかサッカーのゲームで、これいくらだ、1615円だね、税込み。安いね。じゃあ味を。で妖怪メダル1人3個だよ。カズト3個、カズトとネーネ3個、あーだから9個買ったから4個ずつぐらい、うん、じゃあこのジャグ当てせる。でこれ何、またこうなって、これ2個入ってんのこれまた、うん、お見て、自己中が出た、アペリカンも、あ、アペリカンって今日戦ってちゃうの、うん、見して、自己中、よし、赤ずとが出たよ、落ちたよ、だって9個買ったよな、そんな、うん、あ、だから数、3の4個、なんでだから9個買ったから、うん、余るでしょ、2秒ある4個、4個、はい、で、その1個はパパ、これ何個、また真珠って書いてある、あ、これ出たの、これ、え、これ出た、Z メダル15種、古典メダル5種あって、全20種類。やったー。何？田中さんも2回が出た。お、あ、見て。それはない。ねえねえ、これ、ジェロシちゃん。ほら、妖怪パッド。かわいい。これ古典、古典この赤のやつは。うん、古典。カイマ族。そいつ、カイマ族。ようわからんけど。ようわからん。これ新打ちで出てくる妖怪が入ってるのかね。そうそう。カイマとかね。あ、え、あ、キラキラしてる。サバちゃん。これ何これ。サバちゃん。サバカです。全然ダブってなくない今回。サバちゃん。サバちゃん。一個もダブってないよ。ねえ、サバちゃん。一個ダブった。ダブった？どうね。でもイチゴニャンが出た。お、イチゴニャンじゃん。でも一個出た、カズとか出た。今回の妖怪パッドはもういらないね。だってさ、いちごにゃんとさ、これまだ1個しかダブってないよ。1、2、3、4、5、6、11種類も出てんのってこと？まだあるよ、これ開けてない、うん、全部開けてない、やっとパパの1個でしょ。よかった、あったね、いけ、あれ、うん、いいね、嬉しそうね、楽しそうね、楽しみだけど、これ開けるとき、開けたらもうなんかさ、あんま遊ばないけど、お、破壊が出た、何ですか、何がレアなのかね、何、破壊が、破壊って何、これ破壊、お、これもダブってないじゃないの、うん、すごいじゃん、2個しかダブってないじゃん今、あれ、こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん1個持ってこうちゃん、それニーニーとネーネー渡してあげて、はい、ニーニーどうぞってしてくれるきっと、早く、はい、じゃあそれ2人だけな、せーの、じゃあ一緒にせーので見ようか、せーの、ダブった、2個ともダブった、2つダブった、どれとどれ、あ、ほんとだ、これとこれ、あ、だけど組み合わせは違うんだね、あー、これもダブリダブリだから、もうこれはもうちょっと誰かと交換していて、この辺と、ねえねえ、イブチと、ねえねえ、ねえ、あのさ、これさ、うん、なんか結構ダブらないね、すごいね、今回やから、だけどそれでも4個ダブってんじゃん、1、2、3、4、5、6、7、8、9個買ったから18個中4個ダブ、まあいいんじゃん、だからさ、
ミニ